2020年3月13日今午後20分ですね。午後5時20分、マンションで私が主催している囲碁将棋の会が、長引いて、4時半過ぎまでやってまして、この時間になりましたけどね、まだ日がなんとか持ってるので、たまにはこういう遅い時間に来て、普段通らない人が通るような時間にやるのも悪くないんではないかと思いますが、今日の朝日新聞は新型コロナのおかげで、株価ダウ平均が急落して、一時2100ドルまで安くなりましたよって言うんですね。日本の株価も急落していまして、世界中大騒ぎ、株価が下がっております。 WHO はパンデミック、伝染病がえらい勢いで感染して世界中に広がることをパンデミックというんですけども、パンデミックであるというふうに宣言しました。しかし制御は可能ですよ。3面にはアメリカのトランプさんは大したことないよって言ってたんだけども、そうじゃなくなっちゃいました。9面には海外から実習生がいろいろ来てるんですけれども、それにも影響があって来れなくなりました。11面には中国では政治力で力づくでこのコロナ騒ぎを抑え込もうとしております。そして22面23面にはなんと甲子園の野球が中止になっちゃったんだね。そして29面にはストレスを抱えて、精神的な病気になっている人たちが増え始めていますよ。そして35面にはオリンピックやれるんですかという話ですけどね、まあえらい騒ぎで、で私は繰り返し言ってるけれども、この世界中の対応というのはこれおかしいんじゃないですかって言ってるんですね。もうだいぶ広がりまして、感染者数も増えたし、死んだ人も増えたけれども、これまでのいろんな感染症の病気、とりわけまあよく似た病気であるインフルエンザと比べて、インフルエンザがすごい時と比べてどうですか、そんなにまだひどくもないんじゃないんですか。そしてかかったからといって、なんかもうそれこそ恐ろしい炭疽病とかね、天然痘とかそんな恐ろしい病気のようなふうにみんなかかった人が高い割合で死ぬ病気でもない。大抵まあインフルエンザか風邪のような病気になって治ってる人たちもいっぱいいるわけで、なんでこんなにこの病気だけ本当心配しなければいけないんですかっていうのは私が繰り返し言ってることですけどね。私が言ってることがおかしいんですか、この世界の対応がおかしいんですか。今までもっと症状の重くて、数も増えている病気があったときにこんなに大騒ぎしなかったのに、こんなに大騒ぎする理由は何なんですか。なんかマインドコントロールみたいな状況に世界があるように思えてしょうがないですよね。そして、今世界中で起きている被害、犠牲者というのはこのコロナウイルスにかかってその病気によって起きている被害よりも、この社会全体が対応していろいろな施設が休園になったり、旅行ができなくなったり、商売ができなくなったり、そのことによって起きている被害、健康被害だけ考えてもですよ、そっちの方が大きいんじゃないか。医療機関とかね、健康を維持するための医療機関とか、そういうものがですよ、
までもが病気になったり、健康が維持できなくて精神的なストレスによって病気になったり、そっちの被害の方が私は多分まだ数が出ていませんけどね、何年か何十年か経ってこれを振り返った時に必ずそういうデータが出てきて、この大騒ぎしたことの方がこのコロナウイルス自体が人々に及ぼした悪いことよりも被害が大きかったんじゃないか、そう反省する時代が私は来ると思いますよ。ということですけどね、どうやるとみんなが正気に戻って、正しい対応を取るか、みんなかけても防御予防にはならないマスクをみんな必死で買い求めて、いまだに売ってないんだね。トイレットペーパーもね、昨日ワリオに行ったら、一昨日はワリオ売ってたんだけど、昨日はまた売ってなかったしね。正常とは思えない行動を人間が取り続けている。このことこそ我々が恐れるべきことだと思います。まあ繰り返しの話になりますけどね、ということです。ということで今日ぐるぐるしておきます。